ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、Cか D かのような感じがしますよね。で、なんでですかということですが、皆さん、これ空所の左側、actions、複数形。で、皆さん、複数形なので、皆さん、are にするのか、were にするのか。いや、ひょっとしたら選択肢の A、have かもしれない。という感じで考えてしまいますよね。ただ、皆さん、よく見ると、前置プラス名詞で、就職後、M になってますので、皆さん、これ、主語じゃないですからね。で、皆さん、左側をご覧いただきますと、ジェインが主語。で、ゲイブは動詞。で、皆さん、ゲイブと言われたら、与えたよなにょということですので、他動詞。じゃあ皆さん、他動詞ってことは、後ろに目的語があるのかなと思って見てみるんですが、まあ、皆さん見ての通り、M しかおりませんから、目的語がないんですね。じゃあ皆さん、そうすると、このザットの働きがわかりますよね。そうです。関係代名詞ですから、皆さん、右側から左側にかけて訳せばバッチリですね。そうすると皆さん、これ空所のところ、まあ、動詞が入るのは皆さん、まあ、わかるんですが、じゃあ、この青色の動詞の主語は一体どれなのか。といったときに、これが使えますよね。文頭の名詞が主語。で、皆さん、主語。単数、複数も見てわかりますよね。単数です。ですから、正解は B。です。皆さん、こちらをご覧くださいね。皆さん、問題を作る側の意図としてはですね、皆さん、これ空所の左側に複数形。こう、わざと複数形を置いといて、皆さん、C とか D とかを選ばせると。いう作戦に彼らは行くんですね。まあ、ですがよく見てみるとやっぱり M になっててやっぱりダメだなって感じでございます。じゃあ皆さん試験中それに引っかからないようにするためにはどうしたらいいんですかということです。皆さんこの下ですね。文頭の名詞。それをまず主語ではないかと考える。こうすることによって皆さん単数複数で引っかかることはかなり減るかと思いますのでおすすめでございます。例えば皆さん文型でございます。皆さんこの空詞の右側。まあ、これは皆さん、she was tired。皆さん、be 動詞ございますので、前後は svc。第二文型でバッチリです。で、皆さん、和訳ですね。まず、オレンジのところをご覧ください。ジェインが自分の行動に対して与えた唯一の言い訳は、彼女が疲れていたということでした。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットをする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番に入る語句。それをスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。